テテススススタでスペーロロオデバスコンセロスは、アンゴラウイラ州出身の元ポルトガル代表のサッカー、選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。ポルトガルの植民地時代のアンゴラで生まれ、アンゴラシュトルアンダにあるスポルティングルアンダで活躍しているところをポルトガルのクラブチームに発掘された。九百三十年代から四十年代にかけて、スポルティング CP での最初の黄金期を支え、 エイロテオを含む5人によって構成された攻撃陣は5人のバイオリン弾きと例えられ数々のタイトル獲得に貢献し自身も得点王を6度獲得する活躍をしたスポルティングで187試合で331ゴールサッカー史上最高の得点率を記録したまた同時期にはポルトガル代表のエースストライカーとして君臨した 1949から50シーズンに CF、ベレネンセスに移籍し、そのシーズンの後に31歳で現役を引退した。引退後の1961年に、ポルトガル代表の監督に就任した。1962フィーファワールドカップ予選2試合を指揮したが、本戦出場を逃した。1978年11月28日に、 心臓発作のためわずか60歳で死去した。ありがとうございます。